はい。では、えー、合わせて何々個の方程式の解き方ね、やっていきたいと思います。はい。130円のオレンジと80円の柿を合わせて15個買ったら、代金が1650円だった。オレンジと柿をそれぞれ何個買ったか求めましょうということなんですけど、えー、これね、それぞれなんだけど、とりあえずね、文字は X1 個しかないわけだから。まあ、オレンジを X 個買ったとしましょう。ね。オレンジを X x 個、買うとします。買うとするってことね。うん。置いちゃうんですよ。うん。そうしたら、柿の数がね、柿の個数が表せちゃいます。この x を使ってね。うん。えー、もう考え、こうなるよね。じゃあ、柿は何個かっていうと、 合わせて15個ですよね。オレンジとき合わせて15個。で、オレンジが x 個ってことは、15個から x 個引いた数がきの数ですよね。きって15引く x 個なんですよね。いいね。柿は15引く x 個になります。いいね。オレンジ x 個ってかんしたらね。 柿は15くオレンジの数だから、15クス個になると。えー、これでね、オレンジと柿の個数が表したんで、代金が出せるんですよね。はい、オレンジは1個130円やから、130×X です。これがオレンジの代金。はい、柿の代金は1個80円で、個数は15クス個やったから、80と15ク X をかけます。 はい。この時のポイントわかるかなこれをかけるときは、カッコがいるようということで、80、カッコ 15-x って感じで表すよ。これで80と 15-x をかけたことになります。いいね。ここ大事だからね。はい。で、ま、あ合わせてね、1650円なんですよ。はい。これで方程式完成です。あとは解くだけ。はい。えっ、ー、と、80分配して、 1200ですね。マイナス 80x。こうね。んで、1200をね、右辺に移行させたらいいわけですよね。1 3 0 x 8 0 x が1650-1200ってことでございます。なので、50x が450。だから、x は両辺5で、10で割って9なんですよね。はい、出ました。オレンジ9個です。 書きは15-9やから6個ってことになります。はい。なので答えは、オレンジ9個。はい。書きが6個となります。はい。こんな要領で2番もね、一緒にやっていきましょう。はい。鉛筆とボールペンの本数なんだけど、大丈夫だね。鉛筆 X 本とすると、もうボールペンもね、 文字で表せますよね。ボールペンは合わせて10本だから。10本から鉛筆の本数引いたらボールペンの本数だよね。だから 10-x 本ってことです。となりますね。はい。とは代金合計分かってるんで、1本60円の鉛筆 X 本やから60 X、60x 円足す80円のボールペン 10-x 本やから、 ここ大事ですよ。80。カッ十 10-x ね。80と 10-x かけるときは、こういうふうにかっこつけないとダメですよ。ゴール680ですね。はい、これを解いていきたいと思います。はい、そしたら、800-、これね。大丈夫ね。はい、で、800移行させちゃいましょう。はい、でも 60x とマイナス 8x 計算しちゃうのね。もうマイナス 20x になるよね。これ計算したら。 で、六百八十引く八百ですね。移行するんで。うん。で、マイナス 20x はマイナス二百0 120かな。これね。うん。あとは両辺マイナス二十で割って、x は六等でできます。はい。鉛筆は六本でございます。ボールペンは十引く六で四本ですね。はい。ということで、鉛筆六本。はい。ボールペンは四本ね。 で、答えになります。はい。一旦動画止めてね、自分でエクササイズ B やってみてください。はい。終わったらまた再生してもらうんですね。はい。えー、まあ、これも余裕の問題ですね、はい。メロンパンとクリームパンなんで、メロンパン、X コとします。っと,とはもう、クリームパンは 7-X コートってことになるよね。メモにしようかな。クリームパンは、 もう個数は 7x 個なんですよね。はい。だからこうなるよね。140x 円足す、120円が 7x 個だから、120括弧 7x。はい。これで920円なんですよね。いいですね。あとこれ解くだけ。140x 足す、840-120x ですね。 840以降を指して 140x-120x は計算して 20x ですね。はい、840以降したらマイナス840だから、えー、計算したらマイナス80になりますよね。あごめん、80になりますよね。万歳しちゃいましょう。ね、できたらね、はい。両辺20でやって x は4。ということでメロンパン4個、4クリームパンは7-4で3個なんです。 ということで、えー、メロンパンが4個。クリームパンは3個となってまいります。OK。はい。80のガムと140の飴を合わせて12個買ったら1200円。まあ、良いですね、もうこれもね、はい。ガム X 個としましょう。とすると、もう飴の数は。 わかりますね。もう12、12 X 個なんですよね。大丈夫ね。合わせて12個買ってんだから。12から X 個引いたらいいもんね。ということで、80X たす140括弧12 X は1200円ということでございます。はい。そしたら、これはちょっと日産算しようかな。 はい。1680ですね。1680-140x が1200でございます。はい。で、80x140 したら、60x。1680 1680だから、480になりますよね。よって、60で割って、x は8。ガムは8個です。アメは4個ってことになるね。で、答えは、ガム8個。 4個ってなりますいいでしょうか以上です